度新メルプチ研究生オーディションを開催します。イエーイ。甘くない？なんか、うん、ドキドキオーディション自体今までなんかスクラスとかだったから、うん、どんな子が来るね、うん、楽しい、うん、なんか人生変わるよね。うん、めっちゃ確かに最初普通の何小中学生だったけど、そうだ、ね、今ねめっちゃ入っていろんな、すごい。と条件としては2021年の4月時点で新小6から新中2の女の子を募集してます。あと日本に住んでる子でお願いします。で住んでる場所は東京、神奈川、埼玉、千葉に限ります。お父さんお母さんに OK をもらってからお申しください、うん、はい、お願いします。概要欄にある応募サイトから必要事項を入力して応募してください。はい、応募期間は1月8日から1月22日までです。はい、間違えないように。はい、はい、応募待ってます。待ってます。え、どういう子が来てほしい？変顔だった。あー、欲しい。写真のホルダーが変顔みたいな子がいるかな。あとなんかもう明るい子、笑顔が素敵な子。確かに。ということで、もうさっき言った条件満たしてれば誰にでもチャンスあるので、ぜひ応募してみてください。はい、新メルプチ研究生の犬さんに会えること私たちも楽しみにしてます。みんなでメルプチを盛り上げていきましょう。イエーイ。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。新研究生新研究生新研究生新研究